ちゃくちゃ言ってられないか。確かにどこがやねん。よう立てられません。よう立てられません。バランス一緒なんですか。そんなとが立ててへんわ。ケツ出すわほんまに俺。ロマンスグレーな。デビュー当時とこう言うことも何も変わらない。確かに、ね、もうずっといじってるもん。ブレない。もう思え。そうそう、なぎチャンネル。次は、うん、私が思う津田さんの一番好きなところ、うん、俺の、はい、どこでしょう。好きなところ。好きなところ、何やろ。分かった。お、なぎさちゃんが思うやん。これみんな好き。みんな好き、うん、やん。あ、どうやろう。あ、でも私が本やから。いやいや、でもみんな思ってることやもん。ずっと見てるからっていうのもあるかもしれない。いいな。好きなところやもん。はい。オッケー。いいだ。書けました？うん。俺から先。はい。まあ、いろいろなんか言われてるけど俺ね、実はすごい大人なところ。ああ、うん。実はちょっとちゃんとしてるところね。うん。うん、ギャーとかやってるけど実はちゃんとしっかりしてるところ。確かに。そう、裏がちゃんとしてる。個人チャンネルの津田さんめっちゃいいパパですよね、うん、あ、そうそうそう、そういうところを見てくれてる、はい、確かにそういう部分もありますね、はい、なるほどね、はい、そういうことか。でもなんか可愛いと思うところかな、はい、足のサイズが中2の女子ぐらい。あ、こうやって女の子ってやっぱり可愛いとか言うやん。あ、中2の女子じゃないか、小5の女子かな。小5の女子やったら十何センチやよう立てられません。よう立てられません。バランス一緒なんですか。 そんなとこは立ててへんわ。たまに刺さってる時あるから。どんだけちっちゃいの。どうなってんの靴。これでも女子とかは、あ、なんかこういうのが可愛い。どこが可愛いの、足ちっちゃい男なの。気持ち悪いだけやないか。そんなもん。可愛いとこ、でもかっこいいの方が。お、かっこいい。何、ね、これをちょっと楽しみやろ。何ですか。は、正解は20年間髪型が一緒。もうええわ。確かにね。もうええ。もうええ。もうええ。もうずっといじってるもん。ブレない。もうもうええ。そうそう、あれが大きなったり小さなったりもね。ずっといじってるもん。あれが大きなったりが小さなったりずっと一緒。なあ、NSC 出たての時あれめちゃくちゃでかかったから。そうなんですか、うん、首大丈夫かっていうぐらいあれがめっちゃでかい。あれがあれ基本あれやもん。確かにずっとやん。だからそれがやっぱすごいブレない。こんなブレない。ブレないじゃない。変わってんねん、ちょっとずつ。普通変えるよね、はい、ちょっとずつ変わってんねん。確かにデビュー当時とこう言うことも何も変わらない。確かに、ね、せよ。ツッコミもめちゃくちゃ。そうそうそう、ケツ取らないか。ほんまほんまにそう。ゆうすけさんがこう引っ張って。そう、なんかほんまに、うん、だ髪型はでもずっと言ってた。そうですよね。もうそんなんそれやったら、うん、ケツ出すで。なぎチャンネルでケツ出すで。ケツ出してな。ケツ出して。ほんでなんかめちゃくちゃ怒られて。バーンって出すで。なぎちゃん、こんなことすんやったら。すいません、じゃあちょっと、うん、でもこれが本当好きなとこなんです、ファンとして。髪型が変わってる。どこが好きやねん、そんなもん。いや、かっこいい、そこブレないとこがいい。どこがブレない、なんやそれ。ほんまにこんなに変わらへん、もう和田アキ子さんぐらいやもん。はい。アッコさん超え、アッコさん超えてほしい。確かに。で、次は、あの、津田さんの直してほしいところ。あー。何でしょう。逆に。なるほどね。私が思う。なるほど。これで本当直してくれたらダイヤさんにとってもなんかこう一歩前進するかな。なるほど。これリアルな感じやな。はい、リアルです、うん、お、やっぱりこのどしっと構えてほしいっていう、なんかそのちょろちょろ緊張したりとかせずに、なんかどしっと構えてほしいって感じかな、うん、緊張してるとこも良さなんです。あれ、そんなんや。はい、確かにそれもいいですね、うん、なるほど。これでマジで当たってた、はい、顔より鼻を広げるところ。もうそれさ、もう前のやつみんな赤いぞ。もう全然使わないし、めんどくせえわ。それを切ってなんか後ろでそれをやる。
あれようやるんだよ、なんか。だからあれ怖いから。もっと売れるよ。もっと売れるやん。うん、こんなにも鼻がこんなに来てたらさ、もうもっと売れてるよ。漫才中もやったりとかするから。漫才中。これは、うん、俺も思ってた。さっきもこう広がりすぎて、ちょっとここに鼻の穴ついてる。ちょっとついてたやろ。アクリルやから分かりにくいけど。いや、もっと言うやん。もっと、もっとみんな言うやん。さっきもこれが増えてたもんか。おーとか言うやん。スタッフが俺の方見てたら、おー吹いてました。俺がさ、ここ鼻ここだったらさ、はい、てうわーって言うよ。車が突っ込んで、うわー漏れちゃう。そう、あ、でも、まあ、正解は何、眉毛がちょっと薄い。え、それが、ね、何のところだったっけ、好きなところ。直してほしいところ。直してほしい。あのね、眉毛抜いてまうね。確かに薄いよね。あの、津田さんよく怖いとか言われるじゃないですか、うん、言われる。その原因って眉毛がちょっと薄いんですよ、うん、抜いてまうね。そう、なんかヤンキーとかって眉毛剃ったりしてやっぱいかつい感じするじゃないですか、昔のヤンキーね、人相悪い感じの、うん、なんかそれがやっぱ引きでこういろんな芸人さんと並んでる時に津田さんだけ眉毛が薄いから、分かる分かる、ちょっと気になる、それでちょっと怖いって。なるほど、なるほど、分かる分かる。じゃあ俺、ま、眉毛な、もう太いの入ってきたりしたらな、それ抜きたなってな、もうそれが抜けな、もう嫌で、もう周りの毛とかめちゃくちゃ抜くねん、もうそれでほんまにどんと薄なってってんねん。え、うわ、あかんの、太くした方がいい。はい、なんかでも確かにそのヤンキーっぽくは見える、昔のなんかその眉毛薄いし、で髪の毛リーゼントとか昔のヤンキーかなって、昔のヤンキーがこっち見てるってちゃんと言ってくれんやな、はい、これを直してくれたらダイアンさんにとってもこう、うん、なんかもっと濃く丸くするとか、はい、丸い眉毛、千葉県、丸みたいな、丸みたいな、丸いの、なるほど、ちょっと確かに可愛くなるよね。次はゆうすけさん、直してほしいところ。私好きなところ、好きなところ、好きなところ、これでも難しいな、いっぱいあるから、いっぱいあるよね。みんな思ってると思う。俺でも降りていい？お願いします。とハゲそうでハゲないところ、ちょっとドキドキ感、そうそう確かに。俺も思う時あるの、その漫才してる時にたまに、あれ実は先月よりちょっと薄なってないかって思う時あるね、うん、あ、心配して、うわやばいやばい、もうこの子ハゲるハゲるって思ったけど、次出た時に、あ、また生えてきてる。すごい、なんやろ、そのお客さんに対しても、そんなんできんの、やっぱりそのやっぱりサービス精神というか、そういうところでも楽しんでほしい。うん、そう。ギリギリ生で見に行くべきだ。そうやね。ギリギリキープしてるの。ドキドキ感は、はい、うん、これびっくりするけど、なんで、あ、え、また入ってきた。そんなんできるんや。怖くなるぜ。そうやね。でもね、結局ね、はい、俺のこととかを、例えばファンの人とかでも、はい、好きですとか言ってくれる人ってやっぱ結構これが多い。顔ファン、どこかやん、顔ファンがやっぱこれ悩みでもあるのよ、めちゃくちゃ変、何やね悩みてよ、お笑い見てよっていうか、めちゃお笑いしかもらわれへん、そうそう、なんかやっぱりね、ちょっと踊ってるどことかでキャーキャー言うたりするから、いつ踊ってお前、これはちょっとね、歌ってるどことか踊ってるどこでキャーキャー言うから、なんかネタ見てよって、客席とかで、なんかうちわとかもあったりする、あるあるある、ないよ、ゆうすけ、地方の営業行って2枚ぐらい動いてる時あるぐらいや、紙テープ飛んできたりとか、それはなんか当たり前でちょっと書いてないです。なんだ、はい、めっちゃ褒める、当たり前すぎた、はい、なんやろ、なんなん正解はムキムキマッチョなところ、どこがやねん、確かにどこがやねん、俺前どこがムキムキマッチョで、デブやないか、コーナーで鼻当たった時も、俺鼻大丈夫やったって思ったもん、はい、カチカチやったやろ、お前ケツの筋、お前ケツの筋、俺ケツ筋もすごい、一番つきました、ちょっと暗くなってきたやろ、どこがムキムキやねん、確かにムキムキマッチョ、今その隠してますけど、うん、出してみる、ビキビキの T シャツとか着たらやっぱ、うん、すごいよ、いやほんまにやばいで、脇とか締まらないこうなんね、筋肉いやこうなんね、首もここすごいし、それは分かる、今ちょっと後ろと同じメイクしてるから、バックと同じメイクしてるから分かる、なんで分かる、メイク取ったら首こんないから、なんで隠す必要がある、引くかなと思ってお笑いやのに T シャツどうなってんじゃん、
これなんなんなぎちゃん、これバックをメイクしてるから。でそういうことするんだったら俺あかんで、うん、俺のだけリアルなんだしてさ俺のだけリアルになんかやってさ、眉毛薄いとか出して。次はあのゆうすけさんの直してほしいところ、直してほしいところ出すで、出すも出しまうで、俺も知らんで、知らんで直してほしいと。これだけでもこれはそうやね、どうやる、あの津田さんも思ってるかもしれないです。ああ、はい、まあ、これも、うん、あの今後ダイアンさんの活動する上において、まあ、あの重要なことになってくるか。いや、これ俺がほんまに思ってることがいい、はい、はい、はい、あの白髪、ああ、あのもみあげもそうやし、前まではもみあげがすっごい白かったんやけど、兵頭さんぐらい白かったんやけど、どんだけ白いん、真っ白やん今やっぱりね、頭の方も白が増えてきてんねん、すごい、はい、だからそろそろ染めなあかんのちゃうかなっていう。なるね、やっぱりそれってやっぱり大事やん、やっぱり黒々としてるというか、ちゃんとしてる方があのいいと思うから。俺はもう白、凪ちゃんもそれ言うと思う。もうその白髪も光が当たった時キラキラキラってなるのがスター、うん、どこがよ、なんかオーラっていうか、ね、ケツ出すぞほんまに俺。ロマンスグレーな、ロマンスグレー、確かに最後俺の肛門のアップで終わらすから、ね、うん、ダンディーさを出してる、凪チャンネルって俺の肛門がぶわーって出るようにするからね凪チャンネルって出るようにするからな、俺の肛門が、ね、ちょっとじゃあいいですか、あんま肛門とか言ったら凪チャンネルふわふわやったな、ふわふわ。これでも自分でもちょっと思うというか。なんやねん。あ、直したいところ。うん、嫌ない。嫌というか、まあ、必要なことであんねんけど、うん、なんかこれやりすぎてもしんどくなる。うん、何？ストイックマン。もう嫌や俺ほんまに。もう決定ね。俺のケツから投げチャンネル。すごいストイックマンやから。あのやっぱりストイックマンはやっぱり結構しんどい。何を言ってんねん、ストイックマンって。ストイックマン、なあその言葉、自分を許せないみたいなね。ちょっと、うん、めちゃくちゃ許してるやん、周りに、自分に厳しすぎる。ほんならそんな太らんやん自分に厳しいやつが、自分のルールがガチガチやからやれ、それやれ、こんだけしか、この日までにこのネタ仕上げるとか、これは漫才のためにならへんから食べたらあかん。何やそれ、それ何やね、漫才食べたらなあ、ブクブク食べて、好きな時に好きなの食べてブクブク太ってるやん、うん、漫才のためにご飯を食べてる。そう、漫才のために食べる、漫才のために寝る、漫才のために起きる。でも絶対食うて寝てるだけやんけ漫才のために行く、もう、うん、あが、もうケツのケツからの吹き出し、ストイックマン。でもちょっとこれに似てるかもしれない。ほんまに似てへんよ、もう。何直してほしいところ。直してほしいところ。ですか、男らしすぎる。もうええわ。そっちか。そっちです。もうええわ。なるほどね。もう男らしすぎる。なるほどね。こんな男らしい人いるのかって。もうね。男の中の男。確かに。もう、なぎちゃん、損してるで。ふわふわチャンネルがあかんで、なぎチャンネル。確かに。テイスト変わってまうで。最後も、俺別で撮るからね。送りつけるから、ケツ出して。ケツ出してやろう。こういうことね。なぎチャンネル。違う男。そうです。こっちの男やろ。はい、そっちの男。俺、こっちの男に名前変えようかな。ね、男っていう。西田方がいい。西田男。何を言ってんねん、さっきからずっとよ。ほんで何も携帯でずっと質問チェックしてなあ、ありがとう。なんかでも入んじゃないよ、なんかいろいろためになるわ。なんかこんなねえか、なぎチャンネル。そこかって、なあ、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。ないねえか、これなぎチャンネルは。じゃあ次、ふわふわしてるやろ、もっと、うん、まあ、パパッと行くと、うん、パッと行くと、なんやそれ、その言葉ダイアンさんの影響で好きになった芸人さん、私が、私がダイアンさんの影響で好きになった芸人さんがいるんですけど、この方は誰でしょう、誰やろう。でもよう言うてるとかそういうねんな、はい、あ、俺から言っていい、あ、はい、これあれちゃう、岩部、あー、岩部さん、うん、吉尾さんも、うん、西田仲いいし、そうですね、うん、仲いい、正直それきっかけで岩部のこと知った人も多いと思うね。うーん、あのミサイルマンそんなに出てへんし
嫌なこと言って短大ではそんな仕事もそんなしてへんし、ここでされてます、ここっていうか、まあまあ、まあ正直そんなテレビ出てへんし漫才の奨励賞とかも出たことないからさ、世間一般では知らんから、そういうなんできっかけで知ったっていうのもあると思うね、うん、だから岩部、岩部さん、うん、西大は、西大は俺と一緒で嫌いになってると思うから。西大さんでもいつもクマのね、あのニット着て可愛いですよ。ああかんかんかん、あれ、あの木下さんのやつやん。すごいよな、人の、めちゃくちゃ人のこと絶対もう言わんとってな、西大の可愛いと、西大可愛いとか言わんとってな。わかりました。じゃあ西大ってどついてましたこれでも、まあ、まあ分からんけど、これ人かな、シンクタンクコカジさん。いやろ、その知ることないよ絶対に。そのなんやろな、あのでも俺らが言ってる人っていうことやと思うね、うん、ってなると、その一種林とかかなと思って、あ、ギャロ林、でも林は別にそんなん多分ラギサちゃん多分好きにならへんなんもなんでも、うん、まあちょっと大人のシンクタンクコカジさんかな。なるほど、分からん。いいですか、答え。いいよ、ナギちゃん。シンクタンクさん。おえすごい。ほんまか。本当はコカジさんって書きたかったんですけど、なんか失礼かなと思って、お一人だけ。どちらか、あ、優しい。のはうわ、何が好きなん、なんで。オウミのコカジロウ。オウミのコカジロウ。ナギチャンネルやで、バカって。そうそう、ナギチャンネルでコカジさんの名前出したかって。これナギチャンネルになんか何のメリットもないから、この名前出すことに。そやで、喜んでるコカジさんだけやで。他にもマルムシ商店さん、マルムシさんも、はい、そうですね、すごい。ヘッドライトさん、町田さん、町田さん、じゃあ、すごいね、めちゃくちゃ。この間お仕事させてもらって、町田さんと、はい、町田さんやと思いました、ダイアンさんのおかげで。何の仕事したの、町田さん。なんかあのプレゼンターみたいな、消毒台で来やった、何かが出てる舞台の消毒台で来やった消毒台で、あのかまいたちと机上の空間で番組で、なるほど、そうですね、出てくれた、なんで AD で昔の資料持って、なんかあ、そうそう、そっち系やろ、ビデオのな、そうです、すごい、はい、SK になります。そうなんや、まあ、シンクタンクさん面白いよね、はい、何やそのフォローの仕方何でもこれ最後にあの面白い実力あるからね、全部テクニックがすごい、そうそうそう、収まらへんよそれ言うたらね。じゃあいいの、なぎチャンネル、こんなのいいですか。一番最後の質問、何ですか。私が一番好きな芸人さんは誰でしょう。こんな言うていいの、恥ずかしいわ、恥ずかしい、すごい、いいの、ずっと言ってくれてるからな、はい、出していい、はい、恥ずかしいけどな、一斉に出す、ダイアン、ダイアン君、ダイアン、ほら言ってくれてるやん、ほんまに、ほんまに嬉しいよ、ほんまに言ってくれるって、ニュースにもなってるし、うん、いつも言うたびに、やっぱりちょっとね、うん、あの鼻高いわ、ほんまに嬉しい、うん、いいですか、うん、ダイアンさんです。何やねん恥ずかしいよ、なんかなんかそこでなんか西澤さんですとか言ってくれて、ドワーッとかなるから、ちゃんとまっすぐダイヤさんですって言ってとか、違うコンビ出しておいみたいな、あるかな、今日からこのコンビに変えましたとか、シンクタンクさんですとか言って、おいとか言って、なんかすごいダイヤさん振ってるな、まだ丁寧に振ってた、丁寧に振ってたやろ、悪いとこ出てたね振りすぎてた、本当にダイアンさん嬉しいわ、嬉しい、もう正直私はダイアンさん好きすぎて、うん、もう3人でいるのもちょっと嫌なぐらい。どういうこと。私はダイアンさんのお二人の掛け合いというか、うん、二人の世界観が大好きなんで、自分がこう入るのが申し訳ないって思うぐらいファンなので、いやいやいや、もっと言って、もっとなんか言ってくれたら、全部で言ってるんです、ね、これ以上言うとこないぐらい、これ以上言うとこない、番組とかダイアンさんとやりたいですけど、いや、まあ、自分たちの力で番組で言うと、うん、なんか好きやと言うといて、いや嬉しいよ、はい、今後とも言うて、ほんまに、なぎちゃんに嫌われないように頑張るわ、せやせや、ほんと、ほんま、もう
そのままでずっといてもらえたらなって。なぎさちゃんのにこう、まあ、ずっとそれ言ってもらえるように頑張るわ。はい、ありがとうございます。うん、次のなんか他のコンビとかにならへんよ。ほんまや、はい、うん、それだけショックやからね。それほんまショックやからな。ちょっと突っ走るわ。お願いします。こちらこそありがとうな。はい、お互いチャンネル出てくれてありがとう。ありがとうございます。またまたもう閉めてじゃなぎチャンネルまたコラボしようや。いいんですか。また してようよ。ロケとか行きたいよね。お、あ、なんか外出れるやつだね。行きたいです、行きたいです、ね、お願いします。自転車に突っ込んであげるから。はい、だ行こう、うん、ありがとうございます。ありがとうな、はい、ありがとう、ありがとう、なぎチャンネル、はい、ありがとうございました。ということで皆さん、ダイアンさんのツイッター、 YouTube 何を言ってんねん、ツイッターって YouTube もそうですよ、登録してください。登録してください。ありがとうございます。ガイガイ俺らだけそうツイッターでやってるわけちゃうから